予備チャンネル、おちでドラッグメイクチャンネル予備チャンネルにようこそ。予備ちゃんです。今回やったメイクはこんな感じ。コンセプトはネオンファイヤー、都会の夜の若者の情熱の炎のイメージなの。のではメイクスタート。 OK、 じゃあ若者のパッションを表現していきます。まずは眉。今回の眉はね、強気に吊り上げた眉毛描いていきます。さて始まりました、後付け解説のよぴちゃんです。今回もあの手この手で大変身していますので、ぜひ最後までごゆっくりとお楽しみください。今回特にね、強気なクラブガールっぽい女をイメージしているから、眉毛はがっつりつりっつりのつり眉毛、ペンテルでパッキリ真っ黒に描いてます。私の引くラインって本当に素敵、自分で感心しちゃう。ちょっと下げすぎたから後でちょっとだけ修正します。ここやだ、ちょっと感心したそばから否定するのやめてよ。最近はペンテルでガリッと眉を描いて、眉頭だけアイシャドウでぼやかすのが私のブーム。眉頭はちょっとふわっとぼかして薄めに。でさ、若者ってよくさ、眉毛をこうこの辺ガリッて剃っちゃったりするじゃん。あれ表現します。そのまま眉毛の下のラインを整えて、アイシャドウが塗る範囲全体にアイシャドウベースとしてコンシーラーも塗っていきます。この眉毛を一部分だけ剃り落としちゃうスタイルっていうのは何がルーツなのかしらね。ちょっとあの LDH 系の方がね、よくやってるイメージはあるけど、なんかルーツとか詳しいことをご存知の方、コメントで教えてね。バッキバキイーンって自己表現をする若者たちのね、強さみたいなのも感じるね。はい、続いてアイシャドウ。まずはね、このウォーターライン、粘膜のところは真っ赤に塗っていきます。前回の泣き虫魔女に引き続き、今回もウォーターラインに色を入れてます。そしてこの後乗っかってくるネオンの炎を目立たせるために、アイシャドウはブラッディオレンジっぽい深い深いオレンジ色をアイシャドウ全体にのせていくんだけど、アイシャドウの時点でこう綺麗な葉っぱ型作っていきます。あとで目元にね、ネオンの炎を描くときに、後ろがね、普通に赤とオレンジのグラデーションだと目立たなくなってしまうので、まずは黒でしっかりと色を落として、ここから赤、オレンジ、黄色と炎の色の方向にトランジションしていきます。暗闇から一気に炎を上げていきます。まずは赤、オレンジ色に切り替えて、炎をますますメラメラと燃え上げていきます。綺麗。トランジションをオレンジで止めると意外とね、オレンジというか赤に見えてしまうから、最後は必ず黄色でフィニッシュ。このグラデーション、強く輝く炎をこうより一層際立たせる夜って感じのアイシャドウ。炎は夜輝く。はい、
じゃあカットクリース。ちょっとね、形がめちゃめちゃ複雑なの予定してるからちょっと不安。今回テーマが若者だけど、この女はどう転んでもやっぱり昭和の女ね。仕上がりの炎をね、ある程度イメージして、炎の内側はしっかりとコンシーラーで潰しておきます。なかなか。目頭は炎を面で表現するから、炎の線の内側もコンシーラーでしっかり埋めたんだけど、目尻は逆に炎の線を表現したいから、カットクリースはアイシャドウに綺麗になじませて消してます。綺麗、見てこの複雑な形のカットクリース。ほのかにさ、こう火が燃えてるディテール見えるんじゃない？ほらほら、見える見える。あ、近い近い。確かに燃えてる。では続いてアイライン。今回ウイングはね、この辺の黒のたまりになじませていく感じ。そしたら目頭切開の位置がね、確定したから、もう一回この粘膜に塗った赤いアイライナーを少しだけこう目頭方向に延長します。ここまでヨピチャンネルを見てくださってありがとう。面白いなと思っていただけたら、いいね、高評価ボタンよろしくお願いします。また登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると喜びがこぼれ落ちます。どうぞよろしくお願いいたします。ペコリ。アイラインはね、まあさらっと済ませてからです。今回のメイクで一番厄介なポイントね、ちょっとねどうなるか分かんないんだけど、頑張るとだけ言っておきます。応援よろしくね。じゃあ今回のポイント、ネオンオレンジの炎のライン描いていきます。うまくいきますように。あ、はい、来ました。今回一番緊張するパート。やる前からね、ここだけはほんとストレスだったわ。クリスマスの時も初日の出の時もそうだったけどさ、私こう線を引くのすごい苦手なのよね。うん、さっき言った狙い通りね、目尻側の炎はほら線になってきてるでしょ。かっこいい。この筆なかなかいいわ。この筆ね、学生時代予備校に通ってる頃にね使ってたね、ラファエルっていうところね、ちょっといい筆、日本画の筆だったかな。筆先は常にまとまってくれるし、コシはあるし、色をものすごい含むし、この筆めっちゃ優秀。まさか20年後にメイクでこの筆使ってるなんて、当時の私は考えもしなかったわ。やりたいこと先行だから、色が塗れれば道具はもうほんと何だっていいんだよね。はい、メイクがほぼできました。苦労した甲斐があった。かっこよくない？なんか匂うみたいだよね。ちょっと和のテイストもあってね、いい感じ。
ではリップ。やっぱ夜遊び系の若者のリップって言えばさ、黒。今回はね、不機嫌系のへの字の眉毛を描くんだけど、そこにさらに一手間加えます。はい、今回のリップのシェイプはエンジェル棒をしっかり取らないでへの字の不機嫌系のリップにしてます。思春期の子って不機嫌な子多いじゃない。お母さんのためならえんやこら。そしたらリップにも炎を灯します。炎だよ。じゃあ仕上げていきます。お昼にさ、ラーメン屋さん行ったので、ラーメン食べて1時間半後にお腹に激痛が走って、そのまま会社を早退したの。翌日の朝になって病院行ってね、お薬もらったんだけど効かなくって、また病院行って点滴打ったけど効かなくって、何でも採血したりエコーしたり、もう踏んだり蹴ったりだったけど、おかげさまで良くなりました。応援の言葉ありがとうございました。どうかしら。This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire.むずすぎ。今回の動画いかがだったでしょうか。よかったら高評価やコメントをお待ちしております。サクッとチャンネル登録もしてってね。こちらドラグメイクチャンネル、ヨピチャンネルのヨピちゃんでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。